皆さん、赤ちゃんポンポのオリジナルブランドはご存知でしょうか。はい、こちらですね。ロゴ見えますかね。こちらシンプルフリーは2012年に立ち上げました。シンプルでカジュアルなスタイルで、どんなシーンでも着回しが自在、コーディネート思いっきり楽しもうをコンセプトに、今年度ロゴも新たにリスタートしました。そのシンプルフリーより2020年秋の新作オータムコレクションをお届けいたします。じゃあまず最初にこちらのお人形さんが着ている方のコーディネートからご紹介しますね。ではまずこちら、キッズとベビーの女の子です。でこちらは T シャツ長袖なんですけれども、切り替えの長袖 T シャツとなっています。こちらは上下に切り替えをつけているもので、異素材の、生地にしているんですけれども、まずこちらに、ベロワフの、ベロワ素材のリボンがついています。下側は小花柄のデザインになっています。じゃあ秋らしくて可愛いですね。ありがとうございます。ありがとうございます。ハートもたくさんありがとうございます。でこちらがパープルのお色目とお色違いで、こちらがベージュです。こんな感じで後ろが長めになっているデザインになってます。小花がこちらついてます。小花可愛いですって感じ。 ありがとうございます。で上側も厚すぎない素材になっていますので、秋冬に使っていただきやすい素材になっています。復旧中ですが見てます。ありがとうございます。ぜひ参考にしていただきたいですね。でこちらの長袖 T シャツの前に切り替えがついているものの、異素材の T シャツなんですけれども、こちらですね、お色がアイボリーとワインになっています。今、お人形が着ているのがアイボリーなんですけれども、こちらがワインのお色目です。この A ラインの中が、お花柄になっています。こちらもベロワ素材のリボンが3つついています。後ろはこんな感じです。で下側なんですけれども、ボトムスですね。こちらふくらパンツの、ふっくらパンツになっています。素材がカットソーになっています。リンクコーデしているんですけれども、ベビーとキッズが履いているお色目がブラウンになっています。でこちらお色が3色ありまして、ブルーとこちらがピンクですね。淡いお色になっています。でこちらの特徴なんですけれども、ポケットのところですねにフリルがついています。でここも絞ってあるので、とてもガーリーで可愛いデザインになっています。後ろはポケットなしのこういったデザインになっています。とてもストレッチが効いているので、お子様が着替える時でも自分で履く時でも伸びやすくて履きやすいと思います。パンツ可愛いですというコメントがあります。ありがとうございます。でこちらの、T シャツとボトムスのふくらパンツですね。こちらのお値段が税込みで1078円になっています。で上に着ているジャケットなんですけれども、こちらもキッズとベビーでお色目違いがあります。こちら撥水ジャケットになっています。キッズの女の子が着ている柄がお花の柄です。中はこんな感じになっています。無地ですね。こちらのお色には中の裏地にもデザインが入ってます。見えますか？ファンが面白いです。ちょっと分かりやすく前持ってきますね。裏地見たいですってコメントもいただいてますので、ありがとうございます。裏地
になってます。こちらがポイントになってます。リボンもついてます。はい、撥水加工がついているジャケットですが、こちらが外側にお花柄、中は無地になっています。でこちらの温度目が先ほどの3色ですね。ワインとピンクとサックスですね、のお色目になっています。お店によってはこちらのサックスでない店舗もありますので、そちらはご確認ください。女の子は以上です。はい、では続いて男の子の方をご紹介させていただきます。男の子の方のトップスがこちら、ロゴ刺繍のトップスとなってます。こちらのポイントが、こちらが着ているものがブラウンのものになります。これちょっと立体的な刺繍が入っててモコモコしている刺繍が入っているので、ちょっと可愛らしいトップスとなっております。で、このこちらのトップスの分が今年流行りのミントカラーになってます。こちらにもこういうモコモコした刺繍が入っているものと、襟のところにボーダーが入っているのがポイントとなっております。こちらとこちらの3色がございます。ありがとうございます。ちょっとコメントなんですけど、はい、何センチのサイズが販売されますかといただいてるんですが、一応です、70ベビーが70、80、90、95とあるんですが、70センチと95センチはちょっと一部店舗ではお取り扱いがないっていうところもございますので、ぜひちょっとそのお問い合わせ、店舗の方にお問い合わせしてください。お願いします。はい、すいません。ネット通販の方でも展開しているんですけれども、ネット通販でも取り扱いのない商品もありますので、サイズのプルダウンのところからサイズを見てください。ベビーと同じデザインでキッズサイズもございます。キッズサイズは100センチ、110センチ、120センチとございますが、キッズサイズも120センチは一部店舗で取り扱いがないみたいなので、そちらもすいません、ご確認ください。お願いします。はい、ごめんなさい、コメントなんですけど、いい色ですね、はい、ちょっとミントカラーとかミントカラーですね、はい、あと最近男の子のデザイン可愛くなったと思います。思います。本当可愛いです。見ました。ありがとうございます。もう見えますかね、モコモコしたデザインに刺繍になってます。はい、可愛いです。こちらもトップスの方は税込み価格が1078円となっておりますので、ぜひご確認ください。こちらトップスの紹介だから、続いてパンツの方ちょっと紹介しますね。こちらのパンツがカーゴパンツになります。でこちらの特徴、ちょっとカメラじゃ見にくいので色違いでネイビーと、ごめんなさい、グレーをご用意しました。こちらの特徴としましては、ここにポケットがついてるんですが、実はこれリアルポケットなので物が入ります。はい、入ります。両方についています。でこちら裾の方がゴムがついてるので、こうずれたりとかもしにくいので、ちっちゃなお子様とかには結構おすすめになっております。こちらが後ろ側です。今、はい、前です。こちらのお色味がこちらのこのグレーと、お人形さんが着ているこちらのネイビーの2色となっております。結構どういうトップスとかでも合わせやすいかなと思います。はい、では続いて、ここのこちらのお人形さんが着ているこちらがラインパンツですね。こちらもお色がブラックと、はい、すいません、ブラウン、ただブラウンの方がですね、ちょっとお店によってちょっとサイズとかもないところもあるみたいなので、ちょっとこちらもご確認いただかないといけないんですが、ちょっと黒で紹介させていただきます。こちらはもうすっきりしたシルエットになってまして、で横にもこうラインが入っているのがポイントとなっております。でシンプルなデザインになっているので、どういうトップスにもすごく合わせやすいものになっております。でこちらもお値段の方は税込みで1078
78円となっております。じゃあもうベビーとキッズで両方同じお色で展開がございますので、兄弟でのリンクコーデなどもできますのでおすすめです。はい、こんな感じですね。ありがとうございます。先ほど紹介したパンツなんですけど、はい、ネイビーデニムっぽくて可愛いです。こちらですね。いいですね。そうなんです。欲しいっていうご意見をいただきました。ありがとうございます。ぜひ。あとラインパンツも可愛いです。可愛いですよね。まだ流行りですよね。はい。キッズの方が少し裾が絞ったデザインになってますね。ビビーちゃんはストンとなってるんですけれども、キッズの方が絞られた。ゴムが入った感じ、ゴムの入ったデザインになってます。最後にちょっと脱衣ジャケットの紹介をしますね。こちらの脱衣ジャケットはここの胸元のところで切り替えがあるっていうのがポイントになっております。男の子のお色がこちらのグリーンとネイビーとこちらのイエローの3色で展開をしております。で、まあそうですね、こちらはちょっと光沢感があえて消しているのでちょっと大人っぽい、はい、デザインとなっております。はい、キュナメにも撥水加工がついているので、はい、とてもキュナメにも対応できるのでいいと思います。はい、でこちらの方がお値段が税込みで2078円となっております。こちらもベビーとキッズと同じお色味で展開がございますので、ぜひぜひご兄弟いらっしゃる方とかは、はい、リンクコーデができますので、はい、ぜひ見てみてください。ください。ありがとうございます。女の子コーデしたいですという意見が結構入ってますね。ありがとうございます。あと兄弟とかじゃなくてママとのコーデもということなんで、ね、ちょっとバイヤーの方に伝えておきたいと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。あと1点質問なんですけど、ネイビーは何の柄ですか？あ、こちらですね。こちらは車柄です。見えますか？はい、ちょっと後ろも消しますね。プリントの車柄になっています。はい、結構カラフルな車があしらわれているので可愛いです。見えますかね。おそろしたい、可愛い。 ありがとうございます。あ、見えますかね、車柄ですね。はい、はい、ありがとうございます。カラが入っているのはこちらのネイビーだけになります。この方のジャケットですね。こちらのお値段の紹介をしてなかったかと思うんですけれども、こちらも、ジャケット類は全て2178円になります。お人形さんが着ているお洋服の紹介は以上になります。で、皆さんここで目に入ってましたか？じゃあこちらも秋の新作になります。こちらがシンプルフリーのストレッチパンツになります。こちらベビーとキッズで同じカラー、同じデザインで揃ってですね、入ってます。はい、で、こちらは無地のお色になっております。無地で10色と柄ありで9色、はい、合計で19色ございます。あります。はい、かなり多いお色があるので、もうお家にあるお洋服だったりとか秋の新作でいろいろコーデが組めるかなと思います。はい、じゃあよかったら、そうですね、この後の方からなんかコーデ組んでみてもらってもいいですか？はい、はい、そうですね、コメントでも種類多いですね。はい、いただいてます。ありがとうございます。種類が多いのもこちらのシンプルフリーの、はい、ストレッチパンツの特徴というかおすすめとなっております。でこちらの T シャツですね、長袖 T シャツにストレッチパンツのネイビーを合わせてみました。ネイビーは私大好きなんですけれども、
何人でも合わせやすいので、また感じのコーディネートはいかがでしょうか。ネイビーだったら男の子とかでも合いそうですよね。どうですか。どうでしょうか。こちらのストレッチパンツなんですけれども、とても伸縮性が良くて、縦にも横にも伸びる素材になっています。ネイビーは重宝しますといただいてます。可愛い。ありがとうございます。ありがとうございます。ハートもたくさんいただいてます。裏側は、裏毛仕様になっていますので、秋冬で使っていただける素材になっています。こちらがネイビーです。後ろ側にポケットが1個ついています。トップスも無地でポケットだけとかのカラーティーとか作ってほしいです。こちらもちょっとバイヤーの方にご意見ありがとうございます。ご意見ありがとうございます。並びの方もちょっとせっかくなのでなんかご紹介したいなと思うんですけれども、そうですね、男の子のお洋服、結構トップスがシンプルなのでちょっと柄物とかだったらどれでも合うかなと思うんですけど、ちょっと大人っぽく、秋っぽく、大人っぽくできるかなと思います。ネイビーのチェック結構どれも合わせやすいかなと思いますね、はい、こちらもチェックなんですけれども、はい、上はブラウンの T シャツ長袖ですね。でこちらもチェックのストレッチパンツを合わせています。ぴったりですねとご意見いただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。シックなコーディネートになりましたね。他にもいろんなコーデを紹介していきたいと思います。開けてくかわいいチェック柄、おしゃれですね。 ありがとうございます。流行りのミントカラーと、そうですね、あえて秋っぽい黄色、この組み合わせも結構可愛くない、あ、可愛いですよね。今流行りのミントカラーと秋色のイエローと合わせて、はい、これコーディネートもありかなと思います。結構下もシンプルなのでどういうトップスとかでも合わせやすいかなと思います。ジャケットと合わせてみました。こんな感じでミントカラーのジャケットと中がベージュの長袖の T シャツですね。下はこちら見えますでしょうか。グレーのカラーの名前としてはグレーのお色目ですが、ラベンダーのようなお色目となっております。ありがとうございます。こちらベビーのサイズでご紹介します。チェック柄ですね。裏がこんな感じです。お色がアイボリーとなっております。はい、こちらもチェック柄でお色はレッドとなっております。ちょっと色目的にはブラウンとネイビーのチェックですね。です。こちらもちょっと落ち着いたデザインのチェック柄になります。お色はグリーンになります。結
すみません、コメントで結構伸びますかっていうのがあるので、はい、一回ちょっと伸ばして、はい、どれくらい伸びますかね。ストレッチパンツっていうお名前がついてるので、うん、ここ履き口がこんな感じですね。かなり伸びます。はい、はい、で、ストレッチパンツは横にも伸びるのと、あとすみません、縦にも伸びます。そうですね、なので立ったり座ったりする時の伸縮の時にも、あの、すみません、立ったり座ったりする時も伸縮が効くので、とても履きやすく動きやすいと思います。で、だんだんあのお子さんも大きくなってくると自分で着替えたりするので、その時に伸びやすいっていうのが大切なポイントになると思います。こちらがチャコールグレーです。こちらは三角と四角のマークが入っている形が入っていますね。三角と四角の形が入っていて、見えますか、ね、こちらがチャコールグレーのお色目になっています。柄いっぱいありますね。かなりあります。可愛いデザインが増えました。はい、こちらはお色目はブラックのチェックになっています。柄は9柄ですね。9柄です、はい、こちらもチェックです。ちょっと女の子っぽい色合いになりますね。こちらはちょっとワイン色の線と白の線が入っているチェックですね。こちらがピンクです。お花の柄見えますでしょうか。こちらのお花柄、キュートなお花柄が入っています。ピンクのお色目になっています。最後のピンク柄です。はい、こちらですね。こちらは葉っぱの柄ですかね。裏側、後ろ側がこういったデザインになっています。こちらで9柄を紹介させていただきました。キッズも同じ柄ですかって質問いただいてます。はい、キッズも同じ柄でご用意しています。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。